はい、こんにちは。シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎 Z900RS のご紹介です。こちらですね、ブルータイガーのですねカラーリングをまとった1台となります。そしてカスタムポイントたくさんございます。マフラーはですねブラックの集合感、そしてハンドルはですねアイラのですね可変ハンドルといってですねかなり自由がね効くようなハンドルを装備しております。そしてステップもですねアイラのバックステップなども装備しております。非常にコンディションもいい試合です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトですね、 LED のヘッドライト、大きな点灯傷、レンズ割れなどももちろんございません。 LED ウィンカーのですねレンズ割れ、ステオレなどもない状態です。メーターカバーも非常に綺麗な状態となっております。そしてですね三つ股カバー、川崎のですねブラックの三つ股カバー装備ですね。そしてこちらですね、倒立のフロントフォーク、インナーの部分大きなにじみ漏れもちろん出ておりません。フロントフェンダーの大きな点灯傷や割れもちろんございません。フロントホイール周りです。インナーがブラックのですねリムの部分シルバー、純正ホイールですね、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。ローター周りいかがでしょうか。非常にね錆腐食少ないです。綺麗な状態ですね。アイラーのですねアクセルスライダーなども装備しております。キャリパーこちらのねもちろんございません。はい、エンジン周りです。ヘッドカラーのオイルにじみ、各種大きなオイル漏れ等もちろんございません。こちらですねインジェクションモデルとなっております。アイラのですねエンジンスライダーのね、カバー類のところもスライダー装備となっております。はい、ステップもですねアイラのバックステップ装備、大きな削れ、こういったももちろんございませんね。マフラーです。ブラックの集合感装備ですね、車検対応マフラーとなっております。そしてリアサスペンションです。こちらねナイトロンのですねリアサスペンション装備となっております。非常にですね性能を高めてくれるパスになってますね。はい、リア周りです。こちらもね、大きなガリ傷曲がり、寂しくございません。ABS 搭載モデルとなってますので、ね、万が一の時も安心していただけます。はい、テール周りです。フェンダーレスキットですね、組み込んでます。スッキリとした仕上がりとなっております。シートです。純正シート。前、後ろともに大きな切れ、破れ、もちろんございません。タンクですね、ブルータイガーのカラーリング、大きな点灯傷、へこみ、ない状態となっております。はい、タンクラインももちろん大きな錆腐食ございません。ハンドルですね、こちら可変ハンドルとなってまして、こちらとですねこちらの根元の部分とですね両方で、変更ができるという非常にね自分に合ったスタイルで変更できるハンドルとなっております。ではエンジン始動していきます。はい、マフラーいきます。でしょうか。こちらねリアサスペンションにはナイトロンのですねサスペンションですね装備しております。そしてねブラックの集合感、非常にですね突き抜けるようなねサウンド、加速楽しんでいただければと思います。皆様ですねぜひお問い合わせお待ちしております。